皆さんこんにちは。ダニエル&ジェマ、ダニジェマチャンネル始まります。今回は3月の商品を中心にコーディネート紹介していきたいと思います。はい、皆さんハンサムな女性はお好きですか？お好きですよね。次は、誰でもハンサムになれちゃうこちらのシューズを紹介したいと思います。こちらは、このアシンメトリーな、カッティングが、特徴的なシューズになっていて、よく見るとこのかかとの部分も普通についてるんではなく、ちょっとこうひねってついている形で、全ての見た目が美しいタイプのシューズになっています。で、今、こちら合わせてもらったのが、例えばセットアップの、タイプ、スーツタイプみたいなのにももちろん似合うんですけども、パンツルックにも似合うんですが、このワンピースのタイプで、こちらのシューズを持ってきていただきました。で、まあ、このベージュトーンだったり、あのトレンドのカラーだったりっていうところにスッと黒を持ってきて、まあ、いわゆる黒での引き締め効果っていうところのセオリーで、こちらはコーディネートを組んでいます。はい、次のシューズの紹介です。今季のトレンドの一つで、アッパーを、多く包み込むというタイプのサンダルが登場しています。今までってサンダルっていわゆるこう肌がたくさん見えて夏っぽくてっていうところが多かったと思うんですけども、今回に関しては、アッパーのこの面積は大きい、でもこういった編み込みだったりですとか、先ほど紹介したようなメッシュのタイプだったりっていうところで夏感を出しながらっていうところがトレンドの一つになっています。で、今回のコーディネートのポイントなんですけども、こういった、ベージュトーンのシンプルなものに、こういった、今回のオレンジですね、トレンドのカラーを合わせてっていうタイプにスッとこのタイプの、ホワイトのシューズを合わせてみました。こちら、ブラックのタイプもあるので、まあ、そういったタイプで足元引き締めてもいいですし、こういった、トーン明るいもので合わせて、白で合わせてっていうのもすごく素敵かなというふうに思っています。特に、まあ、トレンドカラーの部分に関してはこういった部分で少しちらっと見せる形で、コーディネートを入れていただくと、より楽しめて今年の感じが出るのでおすすめになっています。もう一つこちらのシューズの特徴的なのは、このバックスタイルですね。ここの部分に、ミラーが少し入っていて、華やかな雰囲気になっています。結構自分では見えないんですけども、人から見られてるのって結構バックスタイルだったりして、バックスタイルが美しい女性ってやっぱり素敵だなっていうふうに思うので、この辺に、結構特徴的なポイントを入れるのもすごく素敵だなっていうふうに思っています。次のサンダル紹介します。こちらになります。こちらスクエアというとメッシュが特徴的な、サンダルになっております。実はこちらは、手作業になっているんですね。なのですごく、よく見ると分かるんですけども、すごく柔らかくて、ここの包み方のフォルムだったりっていうのがすごく美しいタイプのサンダルになっています。コーディネートの方なんですけども、今回こちらはカーキのタイプのお色に合わせています。自分のコーディネートのルールとしてっていうか、なんですけども、実はこちらがこちらのこのメッシュのタイプのドットに見立てたところに合わせて、このドットのパンツっていうのを合わせてみました。あとはこのトップスのカーキとパンツのカーキを合わせてみたいなところで、まあ、すごく、大人の可愛らしさみたいなところとカジュアルさみたいなところを表現してみました。すごくおすすめなスタイルになっています。今回、この春夏の、トレンドカラーのキーカラーとして、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジっていう風に言ったと思うんですけど、そのオレンジがまさにこれです。こういった感じの、今回はミリタリーなルックに、合わせてみました。こういった感じで元気に、履いていただけるのがすごくいいなというふうに思うんですけど、例えば、まあ、オール白の爽やかな感じっていうのにオレンジが入っても可愛いですし、あとは例えばデニムみたいなお色のところにスッとこの色が入っても合わせやすくて、意外と
これは、先ほどまでとは違っていわゆるこう表面積が少ないタイプの、オレンジになるので見た感じは、すごくオレンジっていう形で見えるかもしれないですけど履くとその分出てくる面積のオレンジはすごく少ないのでポイントとしてすごく使いやすいんですけど今年らしさが出るっていうところと本当に元気に履いていただけるっていうところですごくおすすめのサンダルになっています。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回は3月の商品中心に、コーディネートを紹介させていただきました。ぜひ、EC サイトだったり店頭だったりにも見ていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。よろしければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあまた会いましょう。